将来の夢が、どうも、ブクジューバーのブクホです。ブちゃんって呼んでください。ちょっと、今日はですね、Kindle Unlimited についての紹介になります。で、Kindle Unlimited 知ってますかね？ちょっと、アリーサーの方でいろいろこう言われてるんですけど、Kindle Unlimited っていうのは、月々980円。まあ、初月がね、無料で使ってもらえる電子書籍のサービスなんですけど、そのね、Kindle Unlimited、なんか最近、ブクコ的に、いい本と悪い本がすごくこう、ミックスされちゃってるんですよ。で、どんな感じかっていうと、今まで初めのね、Kindle Unlimited サービス日本で開始してからすぐブクコ申し込みにしたんですけど、その時は結構書店とかに売られてる本とかが電子書籍でこうバーってなってて読めたんですよ。最近なんかこう一般人も Kindle Unlimited で電子書籍をパーって出せるようになっちゃったので、なんかその一般人がね適当に書いた本とかが結構載ってるんですよ。まあ、適当にじゃないと思うんですけど、で私的にちゃんとこう書籍でこう結構定評があるような本とかを読みたいなっていうのがすごくあって、でそんな中でこうね結構その個人が書く本ってページ数がすごく少ないんですよ。だから物足りなかったりとか、あとなんか適当にその辺で集めた知識が書いてあるような本とかあるので、なんかねもう失敗するんですよ、無料でダウンロードしても。そういうのにねちょっとねブクコねプンプンこねプンプン本の見分け方についてちょっと皆さんに、ね、ご紹介します。で、まずですね Kindle Unlimited を開いた時にですね、こう検索をしますとこういろんな表紙が出てきて、だいたいその個人が出してる本なのか、それとも普通のすごいしっかりした本なのかっていうのは表紙を見ればだいたいわかります。表紙のところのあとね作者ですね、作者の名前を見ます。表紙とか作者の名前が結構こう個人が作られてるような感がすごくあるような本っていうのがねちょっとここに出せないんですけど、だとねあるので、まあそういうのはもう全部飛ばしますね。はい、で書店で売られてるような本っていうのはちゃんとこう作者の名前も名字と名前がしっかりあったりとか、でタイトルもちゃんとこう表紙がすごくしっかりしていて、書店とかに売られてそうな本なので、まあ、そういう本だけこう選んでね読むようにしてます。はい、なので Kindle Unlimited とすごくねこういい本悪い本が差があって、あとレビューとかも結構参考にはするんですけど、でも個人のやつでレビューがなんかなぜかいいやつとかも最近混ざってるので、皆さんそれはねちょっと気をつけてくださいね。はい、なのでね Kindle Unlimitedまあ、人気順とかで検索すると結構有名な大手の本とかが出てきたりとかするので、そう検索の仕方を結構工夫してみて、まあ、有効活用をね皆さんしてもらえればなと思います。はい、ブクコもね、ブクコの将来の夢がちょっとね本を書くこと、本を書くことなので、ぜひブクコ作家デビューしたら皆さん買ってください。皆さんぜひぜひ買ってください。はい、ちょっとブクコの夢では入っちゃった。はい、じゃあありがとうございました。Kindle Unlimitedおすすめです。リンク貼っております。ブクコはオタッキーだからね、いつになったら動画で喋るの慣れてくれるんだろうね。まあそんなブッちゃんのこと結構人気なんですね。応援してくれる方どうもありがとうございます。ぜひぜひブクコの動画も上げてきますので応援よろしくお願いします。日本唯一のブックチューバーです。